東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか j ンは十四日第一ステージ第八節を開催し トドロキ陸上競技場では勝ち点17、5勝2分けで首位の川崎フロンターレと勝ち点1差の同16、5勝1分け1敗で3位につける浦和レッズの上位対決が行われた前半をスコアレスで折り返した試合は後半9分にフォワード武藤佑キのゴールで先制した浦和が1の0の完封勝利を収めて首位に浮上した川崎は今季初の無得点で初黒星を喫したホームの川崎は 4月16日に行われた第7節 FC 東京戦4-2から先発3人を入れ替えて、ミッドフィルダー上里京平、ミッドフィルダー大島良太、ディフェンダー谷口翔吾を先発起用。対するアウェー浦和は、前節仙台戦3-1から先発に入れ替えはなく、同じ11人がスターティングメンバーに名を連ねた。序盤から浦和がボールを保持する展開になると、前半8分には。 ミッドフィルダー柏木陽介が蹴り出したフリーキックにフォワード興梠心三が飛び込むがシュートは枠を捉えられず一方の川崎は同12分ゴール前で得たフリーキックをミッドフィルダー中村健吾が直接狙うがボールはゴール左へと外れ同24分にはディフェンダーエウシーニョのパスからフォワード小林優がシュートまで持ち込むが枠を捉えきれなかった前半29分にはコーロキがミドルレンジから 強烈なシュートでゴールを脅かしたが、ボールはポストを叩き、こぼれ球に反応したフォワード・リタダナリのシュートもゴール左に外れる。すると、同32分には、川崎がカウンターから後期を生み出すが、ボールを運んだフォワード・大久保義人のシュートは枠を捉えず、同40分には、左サイドの小林のグラウンダーのクロスから、ミッドフィルダー・田坂悠介がシュートを狙うも、ネットを揺らすには至らなかった。スコアレスのまま後半を迎えると、 川崎は田坂に変えてディフェンダー車や慎太郎を投入してシステムを4の4の2から3の4の3に変更しかし後半立ち上がりに好機を生み出したのは浦和だった後半5分カウンターからコーロ梠が相手ディフェンダーまでかわして放ったシュートはゴールキーパーチョン・ソンリョンに弾き出され同6分にはディフェンダー森脇亮太のシュートのこぼれ球に反応したコロ梠が狙うもクロスバーに引かれてしまったしかし 攻勢を強める浦和が、後半9分に先制に成功する。右サイドでボールを受けた森脇が縦パスを打ち込むと、リがヒールでゴール前に流し、後方から走り込んだ武藤が、右足で蹴り込んで、スコアを1の0とした。後半23分に、川崎は、遠里に代えて、ミッドフィルダーも、リア・ケンタロウを投入して、反撃を試みるが、最後まで浦和ゴールをこじ開けることができず。逃げ切りに成功した浦和が、 1−0 の完封勝利を収めて首位に浮上した。